はい、どうも、ルールカでーす。第3次スーパーロボット対戦 Z 天国編で、第53話の続きをやっていきまーす。よいしょ。さてさてもう一発食らわせちゃおう。こんなまとまってんだから。おお、一発か。すげえ。よっしゃ、覚醒。恐ろしいけど、どうやって避けたらいいかわかんねえ。ターゲット、ロック。ロック。でもだいぶ片付いたな。ランザムライザーソード、一発か。強すぎる。ケルビン兵は弱いのかな。ああ、装甲1740か。今時そんな装甲紙みてえなもんだろ。
あと8小体。念のために集中とか使っておけば やられるし、マペイだろうが恐れることもないだろう。4小体か。次のターンで終わるかな、これ。わけわかんないとこに移動してくれて助かった。あんなとこからだとマップ兵器は撃てないだろう。あ、撃ってきた。あ、結構射程長いな。
ルキャンセラーか。よっしゃ、10万切った。布で倒せるかもしれないぞこれ。うわ、ティティ。変なことになってWe'll be right back.
ね。もう終わりだ。これじゃ多分倒れないな。ああダメか、技量か、負けてる。攻撃はないか。じゃあもう一発ぐらい与えとくか。おお、資金76,000。うわ、チェインバーが熱血を使える。え、メザールポイントゲット。アルト、いけ、ランカー。ペリオンラブ、この手で立つんだ。俺たちの力を一つにするぞ、アマタ。分かった、あいつに見せてやろう。ダメ
りのコンビネーションだ。当然だぜ。何クイーンとバトルフロンティアの融合はほとんど終了しているわ。有線ケーブルを使っているからね、キバさんのフォールドウェーブでも干渉することはできないでしょうね。クズだな。はい、というわけで、マコロスクウォータールートの、第53話ですね、愛憎のラビリンスクリアいたしました。次回はこの続き、ドラゴンルートですね、新ドラゴンルートの54話やっていきたいと思います。次回もどうぞよろしくお願いいたします。では、バイバイ。